パナムだよな。あんたがビー。車は？車ならいいのがあるじゃないか。これは借り物。私の車はどこにあるの？俺に手を貸してくれるなら教えてやる。はあ、ふざけんな。あんたに構ってる暇なんてない。車はどこ？そう、カッカするなよ。あんたの指図は受けない。商品と車がどこにあるかは分かってる。だが一人で行っても無駄だ。取り返すどころか、もっと大事なものを失うかもな。だから、まずは話をしよう。話って何？企業のコンボイを襲って、あるコーポ野郎を捕まえたい。誘拐は専門外。それにコンボイが相手じゃ、人手も装備も足りない。狙いは AV 一機のみ、ジャクソン平原の上空を通る予定だ。バカじゃないの？見返りに車と商品の場所を教える。これは取引だ。乗るか？取引って？くそ！分かった。協力してもいい。でもそのためには私のソートンを取り戻さなきゃ。どこにあるの？重要なのは商品の方じゃないのか？商品なんてどうでもいい。私が運び屋をやってるのはあの車があってこそ。他の車じゃせいぜいピザの配達くらいしかできない。車はロッキーリッチにある。場所は知ってるんだろう。商品もそこだ。ナッシュのクソ野郎め、絶対に許さない。ナッシュってやつはダチか。裏切られたんだな。ダチなんかじゃない。パートナーの方が良かったか？元パートナーだ。あのペテン師のラフェン野郎、私のトラックと商品を奪いやがって。ロッキーリッジで売りさばく気ね。思い通りにさせてたまるか。よし、ロッキーリッジに行くぞ。あ、待って、ちょっと考えさせて。やっぱ助けが必要になる。途中で少し寄り道するよ。寄り道ってどこへだ？その前にナッシュと取引しないようクライアントに頼んでみる。ローグに黙ってことを進めるつもりか？度胸があんのか、おつむが足りてねえのか、どっちかだな。ああ、坊主。ナッシュがロッキーリッチでブツを届けるらしいけど、あいつ私を裏切って勝手にやろうとしてるんだ。こっちで肩をつけるからチャンスをちょうだい。頼むよ、長い付き合いなんだし。私が失敗したことなんて一度もないでしょ。約束する。 OK、 日没後ね。いや、取引は中止せずにすっぽかして、あとは私がやる。心配ないって。もちろんだよ。ありがとう坊主、後悔はさせないから。よし、時間稼ぎはできた。ボズって誰だ？ちゃんと信用できるんだろうな。シックスストリートのメンバーだよ。つまりギャングってことか。いけない。連中は物を運びたい、私は金を稼ぎたい。需要と供給よ。向こうは今の話信じたのか？当然でしょ、信頼されてるんだから。あんたとは訳が違うので、どこへ向かうんだ？アルデカルドスのキャンプ。クランの仲間に会いに行く。あまり嬉しくなさそうだな。あんたには関係ない。頼りになる奴らがいるんだ。実は俺も前はノーマットだったんだ。え？そんな風に見えないけど。バッカーファミリーの一員だったんだが、反りが合わなくてな。それでナイトシティへ移った。意外な共通点だね。ローグからはクランの人たちと疎遠になってるって聞いたが。何？ローグの言うことは何でも信じるわけ？違うのか？しつこいよ、B。地雷を踏んだか。今でもクランは私の家族だ。複雑なんだな。まあ、そういうこと。
ロッキーリッジで協力してもらえるのか。それを聞きに行く。わかった、行こう。乗って。いい車だな。中も広いし実用的だ。ちょっと黙っててくれない？そのキャンプは遠いのか？町のすぐ外、9号線に乗って東に行く。随分なありさまだな。そんなに悪くない。芳香剤もブースターシートもあるし。車の話じゃない。じゃあなんて言えばいいの？相棒にブツを盗まれたけどただじゃ済ませない？それともフィクサーのおかげで私はバカ丸出しだ？というかあんたはどうなの？なんで AV なんか追うわけ？乗ってるやつが持ってる情報が必要なんだ。そしてもう時間がない。あいつなんでナシのことを隠してたんだ？ローグのことか。変に詮索しない方が身のためだろう。なあ、もうイライラする。ローグなんかほっとけばいい。なぜあの人をそんなに気にする？雇い主だからよ。だからといってこき使われる理由にはならない。あんただってあいつに言われてきたくせに。だが文句を言ってるのはそっちだけだ。あんたはローグを知らない。ローグが私にナッシュを紹介したんだ。あいつがラフェンシブだってことも言わずにね。どうせ何も聞いてないんでしょ。ナッシュがラフェンだって本当に気づかなかった？身分証に記載されてるもんでもないから。同じ地域のグループなら情報があるだろう。レイスだよな。今まではハイウェイを通る企業の輸送機を襲うくらいだったから。鋭い質問するじゃん。元ノーマットだからな。ローグにも理由があったんだろう。でしょうね。損得勘定を済ませてからじゃないと口を開かない女だから。全部計算してやってるんだ。すぐ着く。仲間を拾ったらすぐロッキーリッジに向かうよ。なんだなんだ、どっかで見た顔がいるな。幽霊か？いや、幻覚でも見てんのか？うるさいよ。で、こちら様は？ベビシッタ。ビー、スコーピオンとミッチだ。昔からのダチ。ベビシッターじゃない。パートナーだ。へえ。で、今さらこんなところに何の用だ？都会の暮らしじゃ物足りなくなったか？お前が戻ったと知ったら親父のやつきっとブチ切れるぜ。ちょっと立ち寄っただけ。ソウルに知らせるまでもない。手を貸してほしい。何だ、話が見えないぞ。ハナムがラフェンの連中にしてやられた。復讐に協力してほしい。そんなひどい目にあったのか？あんたたちと会わざるを得ないくらいにね。お前のためなら何だってやってやりたい。
だが今はダメだ。本当に手を貸してくれないわけ。まあなんだ、発電機のバッテリーがぶっ飛んじまって直すまでどこにも行くなと親父の命令だ。発電機、それが手を貸せない理由だっていうの？冗談でしょ。頼む、協力してくれ。悪いな、ここにいないとみんなが困る。じゃあ私はどうなのよ。結局ソウルに言われたから来ないだけでしょ。私のことなんかどうでもいいってわけ。パナム、ソウルは関係ない。これはクランの話だ、分かってるだろ。いいか、俺たちはキャンプを離れられない。でもな、装備については何も言われてない。分かったよ。じゃああんたのライフルをもらう。置いてあった私の装備も。お安い御用だ。気をつけていけよ、パナム。ありがとう。装備をもらったらすぐに出てくから。二人でやるしかないか。分かってるよ。がっかりしてるのか。まあ少しだけね。よう、パナム、しばらくいるの？いや、すぐに出る。また今度ね。パナムか。そいつは新入りかい？ソウルには報告した？あんたには関係ないでしょ。ちょっと手伝って。中身は何だ？後でのお楽しみ。いいから持ってって。これで全部だ。出発しよう。ソウルと話はついたのか？戻ってくるんだな。後で寄ってきなよ。また今度にさせて、エリー。じゃあ行ってくる。はいはい、さっさと行けって。たまには連絡しろよ。こいつを頼んだぜ、ビー。トランクに入れて。OK、 じゃあ乗って。ミッチとスコーピオンはいいやつらだな。最高のダチだよ。もし私があいつらの立場にいたら同じようにキャンプに残ってた。ソウルはさておき、クランが優先だからね。私はもう部外者だけど。あんたはまだ仲間の一人として扱って気にかけてた。ああ、そういうあんたは誰かいないの？今はいないが、それも時間の問題的な。はあ？意味不明。あいつらは元軍人か？スコーピオンとミッチ？うん、元パンツァーボーイズ。前の戦争にも参加してた。ってことはあの巨大な輸送機を操縦してたのか？スコーピオンがね、ミッチは警護担当。最高の戦闘用インプラントと最悪の悪夢を持ち帰ってきた。ロッキーリッチってどんなとこなんだ？周りに何もない過疎地で、かつていた住民もナイトシティに移るか、とにかく逃げ出したって聞いてるが。なら付け足すことはほとんどない。本当は州をまたぐハイウェイが開通されるはずだったんだ。新しい住民が来ることを期待してね。もちろん実現しなかったけど。こういうゴーストタウンはいくつくらいあるんだ？アメリカ全土で数千だよ。こないだ I-80 号線を走ってたんだけど、日が暮れて辺りが静かになってから車を止めるとさ、聞こえてくるんだ。何かだ？板で塞がれた窓を風が吹き抜ける音、丸まった枯れ草が乾いた砂地を転がる音が。街はそうやって死ぬんだ。
派手な音を立てることもなく、すすり泣きながら。権力を持ってる人間が嫌いなんだな。は？ローグにソウル、ソウルはあんたたちのリーダーか？あいつらのだ。鉢合わせする前に出発したがってただろ。ソウルの方が私に会いたくないはずだよ。何があったんだ？私たちはソウルのアルデカルドスの再生を約束したからカリフォルニアに来たんだ。一からやり直すために。あんたも見たでしょ。結局得たのは数えるほどのテントと乾いた砂の山。とんだ約束の地だよ。私は変革を求めてた。でもソウルは何も変えようとしない臆病者だ。あいつがいる限りクランに未来はない。よし、着いたよ。何をすればいい？ラフェンを迎え撃つ準備だ。時間がないから即興で工夫をしないと。まずは偵察をしよう。使えそうなものを探す。ロッキーリッジは完全に廃墟だな。設備はどれも動かなくなってる。どう？何か見つかった？全然。何かいいアイデアは？ラフェンが来るのは日没後だ。それまでにサプライズを用意してやろう。電力さえ復旧させればなんとかなる。無理だ。設備はどれも動いてない。いいから、まずは変電所を調べてみよう。分かった。ブレーカーがあった。でも電力が来てない。それなら大丈夫。降りてきて。奴らを驚かせてやろう。さてと、コーサロへの電力供給源はあの変電所だ。奴らが来たら屋根の配電盤を操作して一斉に明かりを灯してやるの。わかった？了解。電源の方は任せる。俺はアクセスポイントを探すよ。了解。連中はきっと大勢で来るはず。うまく出し抜いて私の車までたどり着かないと。考えがある。奴らがコーサロに来たら少し遊んでやるつもりだ。任せたよ。明かりがつけば連中は不審に思って辺りを調べ始める。いい作戦だ。でしょ。でもまずは下の端末を起動しないと屋根の配電盤が使えない。車が必要ね。バッテリーでブーストすれば起動するはず。変電所のところで待ってて。車を回してくるから。制御パネルはまだ使えそうだ。動力源にバイパス回路をつないでみる。動かしさえできればこっちのもんよ。トランクにブースターケーブルがあるから車のバッテリーとつないで。赤いケーブルをつないだ。ちょっと待って。
こっちがまだなんだ。よし、じゃあ黒いのもつないで。ご苦労さん、オンボロが役に立ってくれた。これでよし、中の端末を起動して建物内の電力が復旧したら屋根に上がるんだ。分かった。私はタワーの上に行く。これで交差点全体を掌握できる。こっちから合図したらブレーカーを入れて。分かった。了解。スイッチギアに電力が来た。よし、奴らが交差点に来たら本番開始だ。配置につこう。